じゃーん。テーマはちょっと近所にお買い物だけどおしゃれ心は忘れずに。あー、内容入ってきましたね。さいいと思いますよ。そうシンプルでいいよね。でしょ、白 T なんてもう持ってたら損ないから。損ない。そうこのサンダル可愛いですね。とっても可愛い。もうあのまるであれだよね。家そうなんか2階建てなんですよ。2階建てでしょ。ほら見えますか、2階建てになってる。あごめんなさい、私あのおしゃれアイテム一つ忘れてました。これね、私かぶりたくて。可愛い。そうこれタイトル変わりますよ。あれこれ近所でちょっとお買い物だけどおしゃれ心は忘れずにでしたよね。はい、これ全然違いますね。なんですか、うん、ひまわり畑でこんにちは。いいえ、私はひまわりではありません。うん、かかしです。うんじゃないかった。誰がかかしって。グッドリー、グッドリーでしょ。グッドリー。そちらさんのテーマは私ですね。これで海辺でトンビにサンドイッチ取られても大丈夫だって。私おしゃれやもんです。基本的に海が多いんですかね。夏ですもん。確かに、うん、夏のコーデって言えばやっぱり海。下があの先ほど の, あのリソリソラボジョイトさんが着ていたあれの色地ですね。あ、うん、これ可愛いよね。これ可愛い、マジで一目惚れ。ランダムプリーツドローストリングパンツ、ダークグリーン。ダークグリーン。これグリーンなの。青かと思ってた。水色だよね。青に見えるね。青っぽい。まあダークグリーンって言われたらダークグリーンかも。あんたやっぱこの色似合う。私だってこれ似合わないと。ほんとそんなことないよ。あんた可愛いよ。ほんと私あの色物着ないから不安でしょうがなかったの。隠れない、隠れない。前に行っちゃえよ。いい、私私なんか出ていい。行っちゃえ。あ、好きです。基本的に価格が本当にお財布にカインドフォーユーです。ほんま優しいよね。優しい、うん、なんか次々買っちゃうよね、うん、だからもう値段なんか見ません。値段なんか見ません。